皆さんこんにちは、みみりです。今日もご視聴ありがとうございます。歴史をやってると、なんか隣の国同士のいざこざとか、あるいは人間同士ってなかなか仲良くできないなっていう感じがしますよね。で、今日の動画は7年戦争を取り上げるんですけれども、この7年戦争も同じような流れです。今日はその中心人物であるマリア・テレジア、彼女に特に焦点を当ててお話をしたいと思います。7年戦争っていうのは1756年から1763年にかけてヨーロッパを中心に行われた戦争になっています。ではまず7年戦争の概要からお話をしたいと思います。今日お話しするマリア・テレジア、この父親カール6世から始まっています。カール6世の頭痛の種は世継ぎ問題でした。結局娘しかなかなかできなかったので、女子が家督相続できるようにハプスブルク家の相続制度を改変することにします。で、相続分割で家の弱体化というのが起こってしまいがちなんですけれども、それを防ぐことを目的としています。なのでハプスブルク家の領土は分割をしないということを条件にしていました。で、ヨーロッパ各国に承認をしてもらっています。ただカール6世が死んだ後、事態が急展開します。それまでなんだかんだで伸ばし伸ばしにしていたこの相続問題、いきなりここで紛糾をします。プロイセンの王であったフリードリヒ2世はマリア・テレジアの相続承認と引き換えに、オーストリア領のシュレジェン地方を要求します。シュレジェン地方、とっても言いにくいんですけれども、オーストリアの領土の中で鉱工業などが発達をしていた豊かな地域でした。鉄鉱石などが取れるんですよね。で、マリア・テレジアもちろん許せません。話が違うっていうことなんですけれども、言ってきたこのフリードリヒ2世に対して「シュレジェン泥棒!」と叫んで、その地方の奪還に全力を尽くしたと言います。そこで起きたのがこの戦争のきっかけですね。で、結局1740年交渉が決裂します。そこでプロイセン軍がなんとシュレジェンに攻め込んで7年戦争勃発という流れです。で、その戦いがそこだけにとどまらず、植民地で争っていたフランスやイギリスなんかも加わってしまって、事態が世界規模にまで拡大するという大惨事になりました。序盤はオーストリアが劣勢だったものの、なんとか後半にかけて盛り返していました。その裏にはマリア・テレジア、そしてその最小のカウニッツ、この2人の賢い外交努力があったわけなんですけれども、うまくいくかと思いきや、なんと後半ロシアの方針転換でいきなり劣勢に追い込まれます。最終的にはオーストリア、シュレゼン地方をプロイセンに明け渡すことになりました。残念。で、フベルトスブルク条約という、とっても言いにくいこの条約とパリ条約が結ばれて、最終的には7年戦争終わりを告げます。ではこの中心人物マリア・テレジア、すごい人物なので掘り下げてお話をしようと思います。この問題の中心人物マリア・テレジアですけれども、この話は父親カール6世の頃から始まっています。ハプスブルク家は女子が皇帝になることができなかったので、結局マリア・テレジアの娘婿のフランツがつくことにはなっていたんですが、カール6世一応なんとか男の子の孫の方ですね、この誕生を夢見ていて、なかなかマリア・テレジア自体に政治家としての教育は施していませんでした。が、この女性かなりすごい人です。マリア・テレジア、なんと悲劇のフランス王妃で有名なマリー・アントワネットの母親でもあります。そして若かりし日の肖像画を見てほしいんですけれども、とっても美人。注目すべきはこの人、なんと産んだ子供の数が16名です。すごすぎます。一体何年かかって16人産んだんだろうと気になってしまいますが、これには裏があって、父親のカール6世が後継者問題で悩んでいたので、彼女自身できる限り子を産もうというふうに考えていました。なのでこれだけの数になりました。それにしても産んだ子供の数がすごすぎる。実際マリー・アントワネットの出産時以外は全員安産ということで、その女性的な能力もすごいなと言わざるを得ません。女性としてなかなか尊敬できますね。個人的に注目をしているのはこのマリア・テレジアの旦那様フランツです。そのいきさつが素晴らしい。このフランツ、実はマリア・テレジアの初恋の人だそうです。そして当時の王族としては珍しく恋愛結婚で結ばれているといいます。夫婦生活も非常に円満だったということで、だからこそ子供が16人もできたんですね。いやー羨ましい。
でもちろん、まあ、この時代にありがちないわゆる妾というんですか、フランス自体には時折ですね他の女性と浮気をするというようなこともあったらしいんですけれども、彼女自身政治家としてもなかなか忙しかったので、まあ、ある程度把握をした上で容認をしていたという、なんとも懐が深いです。でしかも結構先見の明もあって、死の直前までマリー・アントワネットの身を案じていたそうです。でこのマリー・アントワネット、フランス譲りの遊び好きだったということで、その娘に対してフランス革命の発生を警告する手紙を送っていると、なかなか先見の明がありますよね。でこの7年戦争の構図、女性の力の凄さを身に染みてわかる戦争かなと思います。でマリア・テレジア自体プロイセンに対抗しなければならなかったんですが、まあ、状況から考えて周辺諸国と同盟するしかないなと考えておりました。でそこで彼女が目をつけたのは、なんと歴史的な宿敵として争ってきたフランスでした。実はオーストリアとフランスかなり対立をしていました。15世紀から続く対立の歴史ということで、両国仲が悪かったんですけれども、ただもうプロイセンと戦うにはなりふり構っていられないということで、フランスとの同盟に乗り出すことになります。でそれを考えていたのは彼女の宰相であるカウニッツもそうでした。でそこでカウニッツが目をつけたのが、フランス王ルイ15世の交渉であったポンパドゥール夫人です。でルイ15世ポンパドゥール夫人に首ったけだったので、ポンパドゥール夫人を落としておけばルイ15世も動くみたいな話で、彼女を動かすことでなんと宿敵であったフランスとオーストリア同盟を成立させることに成功します。この時代の女性の力の凄さよ。でこの最初カウニッツ、なかなか優秀な人でした。フランスとの交渉を行う傍ら、一方でロシアの女帝であるエリザベータとも同盟交渉を進めています。でその結果オーストリアとロシアとの同盟も成立させることとなりました。いやカウニッツの先見の明もすごい。プロイセンをオーストリア、ロシア、フランスで包囲することができました。この時のプロイセン包囲網、オーストリアのマリア・テレジアとフランスのポンパドゥール夫人、ロシアの女帝エリザベータ、三国全員の指導者が女性だったことから、このプロイセン包囲網は三枚のペチコートと呼ばれています。この名前もなかなかにすごいですね。しかしあまり強く感じられないのは私だけでしょうか。戦況はどんどんプロイセン軍不利に働いていきました。6万人までプロイセン軍減少して、最終的には首都のベルリンが包囲される寸前まで追い込まれていました。しかしその時驚くべきことが起きてしまいます。なんとこの3枚のペチコートのうちの1人、ロシアの女帝のエリザベータが亡くなってしまったのです。でそのエリザベータ、実はプロイセンのフリードリーヒ2世が嫌いだったわけなんですけれども、そのエリザベータの後を継いだのは彼女の甥のピョートル3世という人でした。しかしこの人、今度はまさかのフリードリーヒ2世の信奉者でした。ということでピョートル3世、手のひらを返します。ロシア軍を撤退させてプロイセンと和平を結ぶこととなりました。しかもその後あろうことかロシアとプロイセン同盟を結ぶことになります。これを後の人はブランデンベルクの奇跡と呼びました。ということで勢いづいたプロイセン軍、単独でオーストリア軍と戦って勝利、また最終的にプロイセンはシュレジェンを奪還することに抵抗をします。ついにマリア・テレジアの夢はついえることとなりました。1763年プロイセンとオーストリアは結局フベルトスブルグ条約というとっても読みにくい条約を結び、7年戦争ここに終わることとなります。このフベルトスブルグ条約なんですが、プロイセンがシュレジュンを領収することが確定をしてしまいます。いやもうマリア・テレジアの悲願を思うと辛すぎます。で実はこの7年戦争、フランスとイギリスの戦いでもありました。
そしてこの7年戦争が終結して最も利益を得たのがイギリスだったんです。植民地問題でフランスと激しく対立をしていたイギリスなんですけれども、この7年戦争ヨーロッパエリアではあまり参加をしていませんでした。だけどヨーロッパ外の北アメリカ大陸のフランス勢力を一掃することに成功し、北米の植民地を大幅に拡大することとなりました。どのタイミングでもイギリスがうまいことやってるなという印象があるのは私だけでしょうか。世界史をやってるとなんかあまりイギリスのことを好きじゃなくなってしまいますよね。さてこの7年戦争、欧米諸国に与えた影響も大きかったです。主に3つかなと思います。1つはプロイセンの国際的地位の向上です。この戦争に勝ったプロイセン、列強の一角にのし上がることができました。2つ目はイギリスの海外植民地の拡大です。これによってイギリスは大英帝国の基礎を築くこととなりました。3つ目はフランスの財政難の深刻化です。この戦いで敗戦国となってしまったフランス、植民地も多く失うこととなりました。この財政難の深刻化、最終的にはフランス革命とつながっていきます。今回7年戦争、どうしてもその欧米諸国に与える影響とか、あるいはその後の歴史的な流れに注目がされがちなんですけれども、ただ個人的にはやはりその裏で奮闘していたマリア・テレジア、彼女に注目せざるを得ませんでした。多産であったマリア・テレジア、女性としてはかなり尊敬をします。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。このチャンネルでは戦争や紛争を中心に歴史に関する面白い、分かりやすい解説を目指していきますので、よろしければチャンネル登録いただければなと思います。はい、ということでまた次の関連動画でお会いしましょう。じゃあね。